お前見たのか。何を？全裸監督。全裸監督見ました。何がいいってね、うん、あの皆さん見た人分かると思うんですけど、うん、出てるんですよね。そうなんです。伊藤の妹が出てるんですよ。妹がね、はい、伊藤沙莉っていうね、天才女優が。天才女優。天才だったな。いい役でしたね。でもいい役だったわ。なんかちょうど何ですか、ちょっと本当にすごいなこの子はと思ったもん見てて。まあまあまあすごかったけどね。あんまり、あ、こういう子が売れるんだろうなって思った。すごいやっぱ見てて、あ、まあまあよかったけどね、うん、それなんか聞いてないですか、その裏話的なやつは。いやでも俺やっぱ見てて、うん、なんか一回 ね別にネタバレにはならないからあれだけど、うん、なんか食卓囲むシーンがあって、でお客さん、ね、円卓みたいなところ でお客さんが座るのよ、うん、でみんなでその飯を囲んで、そば食って、そば食ってコロッケとか食ってんだけど、うん、おにぎりとかね食ってるやつ、うん、でお客さんが座った時に、うん、サイリがちょっとって早くソース渡してあげないよ、失礼でしょって言ったの、うんうん、ソース渡してあげないと失礼でしょって何って思って俺いやいやいや、こんなんだから絶対台本にないなと思った。なるほどね。そうで確認したらやっぱりあいつのアドリブらしいの、うん、でもセンスあるなと思って、やっぱいやいや何って思ったよ、聞いて何って思って、おもろって思って、うん、あ、なるほどね、ソース渡さなきゃ失礼でしょって何、確かにリアリティがあるよね、その日常的な会話ではあるから。めっちゃなんかぽいじゃん、なんかあいつそんなのありなの、アドリブ入れるとかは。いやもうアドリブなんてもう入れまくりだよ、放題うちの子はもう、